はい、2024年度の、薬剤師国家試験の第2次教え子応募開始しましたという動画になります。はい。ということで、薬ゼミ統一模試1が終了して、まあ終わってない人もいると思うんですけど、第2次応募ですね、を開始しました。第1次っていつだったのって思う方もいらっしゃると思うんですけど、それは、3月31日までですね、が期限の、募集がありました。で、節目として、薬ゼミ統一模試1が終わった後に、まあ、二次募集ですね、をさせていただきます。はい。で、まあ、今現在この動画を撮っている、今の段階でめちゃくちゃ、連絡が来ています。はい。ただ正式にね、動画として、まあ、説明をさせていただきますね。で、まあ、基本的には、まあ、連絡をいただいてから、まあ、詳細、ある程度の詳細ですね。をお話しさせていただくんですけど、まず、その、応募する前の段階ですね、の、まあ、条件というか、に対して、応募方法ですね、説明させていただきます。まず、YouTube のチャンネル登録ですね、押してください。そして、X のフォローですね、押してください。そして、その2つ完了した後に、X の固定のところ、一番上にあると思うんですけど、そこのメールアドレス、を載せてるので、そこから応募してください。はい。以上になります。で、期限ですね。期限が、9月末か、および薬ゼミ統一模試1終了の1週間後以内ですね。を期限とさせていただきます。で、この、薬ゼミ統一模試1終了1週間後以内っていう意味としては、学校によって薬ゼミ統一模試1、の時期がずれたりするので、人によってね、なんで9月末にすると、まだ統一模試1終わってない、受験生、学生の方もいるので、まあ、一応プラスアルファとして、こちら、設けさせていただきました。はい。で、まあ、結構ね、まあ、6年目なんですけど、指導してから。で、人数としては400人以上、もうすでに指導、してるんですけど、し終わってるというか、したんですけど、大体ね、山というか、どういう風な、応募の波があるかっていうと、基本的に薬剤師国家試験が終わった終了直後と、あと終了してから、合格発表までの間と、合格発表後と、あと3月31日までがまず、応募、ある程度の、第一応募が決まります。で、その後に、薬ゼミ統一模試1の終了後ですね。で、実際の今の時期ですね。に、また山があります。そして、まあ、そこが2つの大きい山です。で、その後に、薬ゼミ統一模試2、3の山が来てっていうイメージになります。はい。まあ、それが1年間の、大きな山になっていて、で、まあ、今回、まあまあ、大きな山が来てます。まあ、山連呼しますが、はい。で、なんでそんな今回、っていうかどっちかっていうと、今年は現役生からの応募がすごい多いですね。はい。まあ、理由としては、認知度、が結構高まってきたからっていうのもあるんですけど、まあ、実際薬ゼミ統一模試1を見てみると、結構ね、問題、まあ、詳細については別の動画で話すんですけど、現役生が取りづらい問題が結構占めてました。なので、点数が普段より思うより取れてない学生は多くて、そして全然取れない学生はさらに取れなくなったみたいな、そんな感じだったので、例年より点数が低い学生さん、現役生がめちゃくちゃ不安になって飛び込んでくるっていう、そういった、まあ、構図なのかなっていう感じですね。なので割合として、まあ本当に現役生が多いですね。統一模試1終了後。まあ、多分情報として、現役生、
について、この薬剤師国家試験攻略メソッド自体をまだ知らなかったっていう人も、まあ、多くて、不安になって調べてみたらぶち当たって、あ、この人にちょっと連絡してみようみたいなが多かったんじゃないかなと思います。はい。多分今後の私の予想としては、年々続けてって現役生の割合がすげえ高くなってくんじゃないかなっていうのは思います。はい。例年っていうか、最初の初年度からずっと蓄積してって、まあ、としては、まあ、どんどんと認知度が高まってきて、で現役生を合格させたその時に、その後輩にその情報がどんどん伝わっていくので、ネズミ公式というか、そういう形で現役生の間で広がっていくっていう構図になっていくと思うので、まあそうなるんじゃないかなと予想しています。そしてもともとは国試浪人生の割合がある程度高かったんですけど、まあそうすることによって、国試浪人生で合格ができなかった人が合格できて、薬剤師になれてっていうのがなってたんですけど、現役生の割合が増えてくると、どんどんと国試浪人生が合格できずに負のループにはまってしまうっていう、そういった現象になりかねないので、多分ね、国家試験の現役生が上がってくると同時に国試浪人生も増えてくるんで、こっちもちょっと上がってくるっていう、まあ、いい感じでこうなっていくんじゃないかなって予想しています。はい。まあ、そんな感じですかね。応募を開始しました。なので、まあ、第2次ですが、基本的に早い段階で連絡してもらった方がいいです。もう存在は知ってて、まあ、だけど、まあ、連絡はしてないけど、まあ、自分のペースでやっていって、もしかしたら相談してみようって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、今現時点でまだ半年弱ぐらい時間あるので、その半年弱で点数は劇的に変わっていくので、今しようかなと思っている人は連絡した方がいいです。実際にそのするしないで合否が分かれるってことすごい大いにあるので、それってすごいもったいないので、連絡すれば合格できた未来だったはずなのに、不合格になったらまた1年間勉強しないといけないので、それってすごい時間的にもったいないので、その判断っていうのは本人にしかできないので、何とも言えないんですけど、まあ、個人的に言うと、1年間またこの勉強しないといけないっていう、やばさっていうのは、まあ、今勉強してる皆さんが身に染みてるんじゃないかなと思うので、連絡した方がいいですよっていう話でした。まあ、そんな感じで、第2次の募集の開始の動画ですね、説明させていただきました。それでは。薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。 YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。